仕立ての直打法ですね。直打法の自己記録っていうのをちょっと更新してみたいんでやります。今まではですね、まあ直打って普通の人は大体2件半ぐらいで諦めちゃうんですよ。で、まあそれ以上無理だろうというふうに決めつけますね。で、まあ実用的にもそんなに速い速度が出ないんで、まあ2件半以内で止めるのは、賢明な判断だと思います。武術をやる人にとっては。ただご存知のように私の場合は物理というよりかですね、スポーツもしくはその物理学的な興味がすごくもうずっと最初からあるんで、威力とかそういうことではなくて、本当に安定した姿勢でそのある長距離、あ、中距離ですね、これだと飛ぶのかっていうのが試してみたいんで、まあ、自己記録が今のところ4件なんとかなんですけども、まあそれも3本に1本とかそんな感じですね。で、下手はですね、反転台はそんな難しくないです。で、1回転弾は全然難しくないですね。だけど、直弾になるとやっぱりいきなり難しくなるんで、そこにちょっとチャレンジをしてみたいと思っています。じゃあやってみますね。5件距離を横から撮影します。なかなか中段が狙えないんですよね。角度的というか手離れのタイミングからこんな、ちょっと低すぎますね。どう？自分が映るかな？今度は2本だけですね。3本かな。映るかな。ちょっと立ってみようかな。結構きついや、9メートル。よくてこんな感じですね。もちろん実用的な距離じゃないですけどもね、まあ新記録ということで、5件が下手の直打で通ったということです。角度が分かりやすいかな。もう一回5件ですね。
まあ、限界かな。姿勢がね、安定させるのが今ギリギリなんですよね、5件打ちで。今6本やって4本なんで、まあ合格じゃないけどできるってことですね。9メートルですね。今のところこれが新記録でしょうかね。やろうと思えば6件できると思うんで、ちょっとやってみます。下手の6件打ちです。安定しないな。もう5件が限度だね。6本やって1本です。すはあ、難しいな。それだけですね。あと5本失敗っていう。